駅に行ってきたシリーズ、JR 片岡駅、東北本線の駅です。片岡駅は、栃木県矢板市、片岡にある、JR 東日本所属の駅です。2015年供用開始の西口です。東西自由通路を持つ橋上駅舎の供用が開始され、西口ができました。単式ホーム1面1線と島式ホーム2面2線の構造でしたが、2番線は架線撤去、フェンスが設置され、現在は2面2線の構造になっています。東西自由通路より宇都宮方を見ています。3番線に E131系が入線してきます。東西自由通路より黒磯方を見ています。1番線に上り列車が入線します。